本日紹介するのは潮の町という作品です。この作品は図書館戦争、阪急電車などで知られる有川浩さんのデビュー作である小説潮の町のコミカライズ作品です。舞台は突如発生した塩害により関東の人口が3分の1にまでなってしまった日本。この作品における塩害は一般的な意味の塩害とは全く異なり、塩害による被害の異様さは作中で描かれている街中の風景にまるで雪のように塩が積もっていることからもわかるかと思います。そんな塩に囲まれた東京で生きる女子高生の小笠原真菜と彼女と共に暮らす秋葉貴則という2人を描いていくのがこの作品です。自衛隊三部作と呼ばれるシリーズの一作目に数えられるこの作品は、ミリタリー要素や塩害の正体にまつわる SF 的な要素も織り交ぜつつ、真菜と秋葉の2人に訪れる様々な出会いと別れを通して変化する2人の関係性を描いていく、崩壊寸前の世界で育まれる純粋な愛の物語です。